ニメティックナイト。ゲストコーナーその1、この時間はユニットダイアローグさんです。ダイアローグさんはユニゾンスクエアガーデンの田口智也さんがプロデュースする8人組の声優アーティストユニットです。この番組ではですね、デビューシングルの時にメンバーの内山さんと飯塚さんからコメントをいただきました。このプロデューサーのね、田口さん、私作詞も、曲も提供していただいてるんですけど、ちょうどその時期にダイアローグさんのこともお話を聞いてて、今度アイドル俺やるんだよねって言ってて、どんなアイドルなんだろうと思ったら、まさかの8人組ね。結構声優ユニットの中では数が多い方なんじゃないでしょうかね、人数が。でダンスもすごくフレッシュで、 MV なんかもデビューシングルがすごく印象的でしたね。広い草原で歌ってて果たして今回はどんなシングルになっているのか気になるところなんですけど、早速ねダイアローグさんからのコメント聞いていただきたいと思います。今日はどのメンバーが登場してくれるんでしょうか。どうぞ。アニメティックナイトをお聞きの皆さん、浅香さん、こんばんは。ダイアローグの紫&E担当の村上真夏です。さて、ここでパーソナリティの浅香さんから質問をいただいています。村上さん、こんばんは。村上さんとは以前アニソンラバーズで共演した時に魚釣りゲームで対決しましたが、今度番組で一緒になったとしたらどんなことで対決したいですか？考えてみてくださいということです。はい、以前はのおもちゃの魚釣りだったので、今度はリアルな魚釣りをしたいなと思います。ぜひ勝負してください。さて、改めまして私たちダイアローグですが、先日6月17日にキャニメ&配信限定のシングル当たり前だからをリリースいたしました。こちらですね、ショートサイズのデュエットバージョンがなんと28通りも収録されている大ボリュームとなっております。この当たり前だからという曲は、その当たり前の大切さとか幸せを感じられる温かい曲となっていますので、ぜひぜひ聴いてください。キャニメの通販による CD と各種配信サービスでリリース中です。はい、そして日付が変わりましたが、20日の本日、私たちの配信ライブ僕たちの革命オンラインが在庫にて開催されました。こちら23日までアーカイブで視聴ができますので、まだの方はぜひそちらもチェックをよろしくお願いいたします。そして延期となってしまったファーストライブ僕たちの革命を9月19日の土曜日、東京の中野ゼロ大ホールで行う予定です。こちらもよろしくお願いいたします。詳細は公式サイトをご確認ください。最後に浅香さん、またぜひぜひお会いしたいです。よろしくお願いします。と、私たちのライブや CD なども発売されますので、ぜひチェックお願いいたします。ということで、ここまでのお相手はダイアローグの村上真夏でした。バイバーイ。ダイアローグの村上真夏さん、ありがとうございました。そうですね、村上さんとは去年の冬かな、番組でご一緒して魚釣り対決しましたけど、おもちゃのね、本物の魚釣りってすごいハードル高いですからねまた海釣りなのか川で釣るのかでもまたハードルが変わってくるしできるなら川がいいね。それこそ川口湖とかだと、この時期だとバス釣りが今いいんじゃない、旬なんじゃない。じゃあバス釣りしよう、ということで、リリース中のね、ダイアローグさんの新曲を聴いてください。ダイアローグさんで当たり前だから。聴いてもらったのはダイアローグさんがリリース中の新曲当たり前だからでした。すごいこうピュアなラブソングでいいですね、キュンとするアップテンポもいいですけどね、こういうミドルテンポでこう落ち着かせて歌を聴かせるっていう曲も非常に似合っていて、個人的にすごく好きでした。実はこの楽曲ですね、リモートでレコーディングを行ったそうです。全然気づかなかった。時代の進歩はすごい。